左の窓の車高膜を閉めた状態すべての窓の車光膜を開けた状態蒸気の東急9000系電車と同一構造となる東急2000系電車の加工式、車光板。使用時には引き出して背面仕切り窓からの客室口を車光する車光膜は光を遮るための膜を指す通称である。日本の鉄道車両の場合、夜間、トンネル内などでは乗務員室背面の車光膜を 閉める。これは、客室内の照明がそのまま、フロントガラスに映り込み、前方を注視するのに支障があるためである。事業者によっては、女子側にも設ける場合がある。以下で紹介する。形状は、ほとんどの場合が、ロールスクリーン方式で上げ下げを行う、いわゆる車高、膜であるが、一部は乗務員室背面ガラス下から、半球電鉄、阪神電気鉄道の赤道車、 北大阪急行電鉄、京阪800系電車などは、運転席のスイッチ操作で、車高膜の上げ下げを行う。色は、事業者によって、不統一であり、客室側を、白色、単色もしくは、内装の化粧板と同系色、乗務員室側は、黒色や茶色であるもの、客室側が、緑色のもの、表裏一体でグレーを用いる例がある。 運転士が列車を運転する場合で、車高膜の使用が許される場面は、ほとんどの事業者で早朝、夜間、悪天候時、地下鉄、トンネルなど視界に自然光が差し込まず、客室内の光が反射することが多い区間、及びその直前の停車駅を出発する前から、直後の停車駅に到着して停止している間に、限られ、それ以外の場合は原則として、 全面開放し、不必要に使用して運転してはならないことが指導されている。これは乗客に対して業務内容を堂々と見せるということであり、乗客側から見ても前方の風景が見えることにより、精神衛生上良い効果をもたらす。しかし、職業としての運転士は、安全輸送、定時運転の観点からブレーキのタイミングについて、 秒単位の集中力で制動時期を考えており、できれば客室からの視線はない方がいい、という意見もある。これら要求に、鉄道事業者側当局が認めた場合によっては、昼間の地上区間から、運転席背後の車高膜が閉められている車局がある。ほか、機器設置などを名目として、運転席背面窓を省略した車両を申請する、車局もある。ただし後に開放。 設置されるケースもある、など、ありがとうございます。